今日は、はい、いわゆる建物の外壁調査っていうのをドローンでやっていくんですけど、はい、建物の外壁調査って言っても結構こう幅広くて、はいはい、まず瑕疵点検っていう、はい、ただの写真で点検することもあれば、はい、今日僕らがやるのは赤外線の建物診断っていう形で、はい、こう赤外線カメラを搭載したドローンで外壁の劣化状況、まあ、浮き、クラック、漏水他の調査を実施するっていう形ですね、はい、今回はオーナー様からのご要望で、はいはい、いわゆるこう大規模あのマンションとかビルって大規模修繕をするか、はい、10年に一度の点検をしなきゃいけませんっていう、まあ、明確なルールがあって、はいはい、ただ僕ら会社としてはその10年に1回とかじゃなくてやっぱりこう住民さんの安心を守るためというか、はいはい、あとはこうeI ライフグループの本社の方でやってる水道事業部っていうのとも、あの僕もよく理解してるんですけど、はい、漏水ものすごく怖いですし、はい、保険があるから大丈夫っていう方もいるんですけど、はいはい、結局じゃあそれが保険がもし支払われなかったらとかって考えたらもうすごく恐ろしい金額になるし、まあ、保険があったとしてもこう例えば大切なお写真とか、なんか思い出とか、なんかいろんなものがこうその次の下の階の部屋のに漏水しちゃった時に、はい、まあ、取り返しつかないことになると思うんですよ。そうですね。なんで僕らは大体結構あの定期点検みたいなのを結構推進してて、はいはいはい、建物の保全っていうのであの、まあ、安全面と保守っていうので、はい、やっぱりこう定期的に、まあ、2年とか3年に1回は外壁調査をした方が良くないですかっていうのを結構こう推進してるんですね、はい、でただやっぱ法律的には10年に1回修繕工事か、はい、点検っていうのをやってれば、まあ、罰金とかにはならないんですけど、はい、やっぱこれ例えば10年以上経ってて、はい、まだ点検してない物件とかがあると、あのこれも明確にあの定まってまして、はい、あのまあ12条点検という、はいはい、まあ、略称なんですけど、はい、要は建築基準法の点検、まあ、第12条っていうのがあってですね、それでやっぱ100万円の罰金プラス直ちに調査をしなさいっていう法律なんですね、はいはいはい、なんで100万円も罰金で支払わなきゃいけないし、はい、プラスすぐ調査やんなきゃいけないってなっちゃうんですよ、はい、まあ、すごいもったいない、もったいないですね。で、まあ、そこをこうどっちかというと事後対応ですよね、はい、宣言しなきゃいけないからやるじゃなくて、安全かどうか調べるために事前対応として点検をやるっていうのを僕らすごいこう推進してるんですよ。あ、なるほど、はい、例えば虫歯になってから歯医者に行くんじゃなくて、はいはいはい、定期的に歯医者に行くことで歯の状態を最高の状態にしとくっていうのを、そうですね、はい、人間だったらやるじゃないですか、整体行くとか、はいはいはい、それと一緒でやっぱ建物も定期的に見て直すとこは定期的に、あの一部補修改修工事をしていかなきゃいけないっていうのが僕らの思いでして、はい、事前対応として点検をやっていくっていうのをすごくこう前向きに僕らは推進しているっていう形ですね、はい、オーナーさんから見ても建物の価値とか建物が今どんな状態かっていうのを定期的に見ることができるので、うん、LCC って言うんですけど、はい、ライフサイクルコストっていうのがあって、はい、大規模修繕を10年後に2000万とか1000万かけるんじゃなくて、はい、3年に1回点検をして小さいコストで一部補修を重ねていくことで10年で例えば2000万とか1000万かかる物件があったとしたら、その3年に1回の一部補修とかをやっていくことでそれをじゃあ500万にできました、600万にできます、はいはい、みたいなことをこうやっていった方がいいよねっていうのが僕らの考えですよね、はい、これが LCC補助者っていうのがすごい大事で、はいはいはい、今やられてた、そうです、どっちかというとこっちのが大変あ、本当ですか、はい、それ 何か指示してるんですか。要はパイロットは画面見ちゃってるんで、はいはい、あ、要は
周りに何もないよとか第三者来ないよとか、例えば車来ます、右から自転車も来ます、でも近いんですよ、右下に電線があるなとか、それを自分の頭の中で把握しとくとやりやすいです。期待でもすか、期待を、期待がとかいてです、OK です、画面見て、はい、で、上から撮ったです。で、これでカメラの角度をもう上に向けて、上に向けてタイマーじゃないの、はい、横お願いします、おい、いきます、筋トレじゃないですか、やばい、この2階部分が漏水してる、マジ直してあげれば、はい、はい、横お願いします、右側とか撮るけど、なるほど、カメラチェック、でも西はもうちょっとしたら、もうちょっと今温まってきたんで、ちょっと温まってきたら、まあこう触ると、はいはい、まあ、ここ影のところ冷たいんですよね。そんな違うんですね。ここもあったかく、だから西日で温められた、はい、このタイルの面がこう浮いてると、こう浮いてるとするじゃないですか。はいはいはい、ここに空気が溜まるんで、はい、まあ、それを温度変化で赤外線で見ていくっていう。ああなるほど。はい、だからこう日が当たって初めて。結構見れる、ただ見やすいとかそういうだけの問題じゃ、じゃないです、温度変化を察知してて、要はなんか例えば18度だからあったかいとか、はいはい、5度だから冷たいとかじゃなくて、本当にこうちっちゃい温度の幅で、例えば上は13度、下は10度とか、もっと短い時もあるんですよね、1度間隔、それでどれぐらい温度変化があるかっていうのをあの機体で判別していくっていう感じですね。なんかやっぱこう普通に外壁を例えば足場立てたりとかして調査やっちゃうと、まあ足場を立てる費用もかかって、で住民さんも結構こうカン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 音うるさかったりとか、まああとは立ててる時間、はい、日数も結構まあプライベートが保護されなかったりとか、いろんなこう弊害があるんですけど、ドローンだと例えばこのぐらいの物件だったら多分、まあ、4面撮って、はいはい、多分1時間半ぐらい飛んでる時間は、はい、でまあ幻聴とか入れても朝から8時からやって、はい、最後西を撮るんですよ、こう西日になってから西撮るんで、なるほど、その西日を利用して西を撮っても多分もう30分ぐらいで終わっちゃうので、はいはい、まあ、3時ぐらいで現場自体は終わるって感じなんですよ。ただこう撮っただけで納品じゃなくて、まあ、僕らこう赤外線建物診断技能士っていう免許を全社員が持ってるんですけど、はいはいはい、要は赤外線で建物を診断するプロって感じなんですけど、はい、それで解析っていうのをやるんですね。で解析がやっぱりこう丸3日ぐらいかかるんですよ。出ましたね、まあ、全部このタイル1枚ずつ全部チェックするんで、はいはい、まあ、ここの物件だと1500平米ぐらいなんですけど、まあ、その1500平米でも丸2日はかかりますね、はい、どんなに早い人でも。赤外線建物診断技能士っていうのを持ってる僕らがまあこれをまず取って診断をして、うん、そうするとこうオフィシャルな行政に提出できる書類っていうのを作るんですね、はいはいはい、劣化とか破損がない物件であれば本当10ページぐらいのものなんですけど、はいはいはい、本当100ページいったりっていうのもあるんで、ただまあ今回で言うと、まあ、そんなにないのかなっていうイメージではあるんですけど、やっぱり1枚1枚見るので、はい、もう何千 何千枚何万枚の世界なので、まあ、そこはもう物理的に時間がかかるし、まあ、いくらドローンでロボットっぽい、はいはい、デジタルっぽいといってもやっぱり飛ばす人、まあ、パイロットは必要だし、こういう電線とかも危ないんで、そうですよね、ここ多いですもんね。でこう車みたいに地図があるわけではないので、はいはいはい、高さとか、はい、電線の位置とか、はい、
やっぱりこうそこはもう人が属人的にやらなきゃいけない。あとは解析もアプリとかソフトもいっぱい出てるんですけど、まあ精度で言うとやっぱり人が見てしっかりやった方がいいっていうのは今の状況かなっていう。だから精度としてはかなりいいとされてて、2022年の2月か3月にもともと打診調査っていうさっき現状でやってたやつが最高峰の点検だって言われてたんですけど、昨年ですね、はい、まあ、それと同等もしくはそれ以上の成果がドローンの赤外線調査にはあるよっていうのが発表されました。それが今やってる、今やってるやつです、はい、なんでうちもこのやっぱビルマンション5階建て以上だったり住んでる人の数が多かったり、まあ、オフィス事務所のまあ要件があるんですが、5階建て以上でとか何個数あってっていうのが当てはまった物件は基本的にもう調査対象になるんで、まあ、そういったところに今回こう点検をするっていうのをやってますね、はい、これを足場立ててやった時におそらく100万から200万ぐらいいくんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。で僕らドローン調査だったらこれいくらなのって言うと30万ぐらいなんですよね。解析書類込みで30万ぐらいなので、はいはいはい、ドローン自体も500万ぐらいするドローン、はいはい、まあ今回のセットだとでも言ってもでも300万は超えてくるんで、はい、そういったドローンを導入して僕らもビルオーナーとか不動産管理会社さんとかあとは施工会社様とタッグを組んで、はい、まあ、どこが壊れてるかとか どのタイミングで修繕工事をすべきかっていうのを判断していく、はい、でまあ30万でも結構あの効果ではあるんですけど、はいはいはい、やっぱりこう10年とかの単位で見た時にじゃあどうなのかとか、ね、3年っていう短いスパンで見た時もやっぱり36で割っても月1万円とか、いや本当そうですね。で例えば建物の保全ができるんだったら全然いいよねっていうところと、あとはまあこういうとこだとあの分譲とか、はいはい、あの賃貸でもまあ積立金があるところとかもあると思うんで、まあ、それの本当一部を使うことであの建物の安全が守れるんだったら良くないですかっていうご提案をしてるっていう感じです、はい、なんでまあドローンのいいところで言うと、まあ、安くてあと早い、早いですね、そうですね、あのプライバシーも守らなきゃいけない時間とか日数がすごく短い、はいはい、あと安全ですよね、ドローンは落ちたらドローンが壊れるだけですけど、まあ、足場なんか崩れちゃったら、まあ、人に当たっちゃったらどうとかもいろいろありますけど、まあ、あと点検する人がロープ調査とかだと、はい、落下事故とかもすごい多いので、そこは人が直接的に事故になるリスクっていうのドローンは一切ないので、はい、あとはなんかだから打診よりいいっていうよりかは打診でやらなきゃいけないところもあるんですよ、はい、例えばあの取れない面があると、隣に隣接した建物、そこはまあ打診調査でやったりっていうところで、まあ、打診とドローン調査はこう共存していくのが僕はいいかなと思ってて、なのであとはまあ打診調査とかだと人手不足っていうのもすごい深刻なの で、ね、でドローンがやんなきゃいけないとかドローンでやって、はいはいはい、打診が必要なとか打診でやろうねっていう感じですね。はい、